学習とか努力によって才能が発現するってこと、うん、いや、えっと、能力が獲得される能力が獲得。で、これはだから知識が獲得されるってのとほぼイコールだと思います、はい、あの、島田晋介というですね、もう引退しちゃった芸人さんがしし、ね。はいはいはい。はいはい、あの人がですね、話してるのが人間には才能は0から5の6段階あると。ほほはい。0、1、2、2> 才能、はい、そうなんですよ。才能にはですね、うん、0から5の6段階があって、次に努力にも0から5の 6段階あると。うん、で、能力というのはこの掛け算で決まると。あ、掛け算にしましたか。はい,はいはい。才能がゼロなのにどう頑張ってもダメ。はい。<で>ゼロの場合。でもゼロっていう人はほとんどいない。はいはい。で、才能が1のやつが5頑張れば5できると。うん、それは才能が3あるのに、うん、 一の努力しかしない奴よりは超えることができる。なるほどね。でも才能が5の奴が5努力したら勝てない。うん、その場合はそいつらと戦うなと。正面に戦うなと。そうね。戦うことを、あの、選手いられたとしたら、これは確実に負けますね、はいはい。島田晋介が言ってるのは、その人間には才能は悲しいことに、うん、0から5まであってしまう。うん、で、それに対して人間ができるのは、自分のリソースを使って、どんな努力を5するのかだ、ねうんうん 勝てないジャンルで、明らかに才能が0とか1のものにあんまり掛け算せずに、自分の中で3とか4あるやつを見つけて、それに5をやりなはれ、という話をしてるんですけども。なるほどね、島田さんはこれに対して、さら、はい、に教育ってことは入れてないんですよね。 えっと教育ではなくて、努力ですよ、ね、その全部それ努力に入れてますよね。つまり、正しい努力と間違った努力という言い方を島田慎介しててですね、うんうん、間違った努力というのは何かというと、例えば漫才の練習を一生懸命やることやと。うん、そんなことを言っても段取り喋りが上手くなるだけで、うんうん 漫才が面白くないあるわけじゃない。それなのに、努力してる奴みと痛くてしょうがない。痛くてしょうがない。はい、そうと違るとお前ら歩きながら世間話して自分のリズムっていうのをまず見つけて、ネタ考えるのはそれからやみたいなこと言って、正しい努力って言葉を散々やってるんですね。つまり、この人が言う努力の中には戦略とかマーケティングも全部入っちゃってるんですよ。考えて計算して、 ストラテジー考えてっていうことを言ってる。はい。だからこれは、あのー、僕もその通りだと思います。はい、で、さっきその教育っていうの言ってますかって言ったのに、ね、はい、あのー、はるかはるか昔、ギリシア、古代ギリシャの時代、はいはい、あの時の哲学者っていうのが、はい、才能と教育と、 あ努力に当たるんですか訓練っていうのを比較してんですよね。はい,はい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 。で訓練は場合によっては才能をしのぐこともできるかもしれない。うんうんうん、お才能と教育と訓練。そう。しかし教育が才能や訓練をしのぐことはないって考えられたんですよね。それは差は何ですか。教育というのは人から与えられるもので、で訓練というのは自発的にこの能力を身にけたいと思っても、実際行動するといことですねです。はいはいはい、はい。でこれなんか。 そうだなって気、します。いや、します、ます <laughs> めちゃくちゃします。そり、言っちゃえば。うん 古代ギリシャの時代はそういうものが環境として整ってなかったんですけども、うん、ネットとか本屋っていうのが教育に当たるものですよね、うん、僕らで言えば。そうですね。はい。で、僕らで言えばそのネットで書かれたことを真に受けてブログで書いて反論されて、うん、なんかいろいろやり取りしたりすることが、日常化するようやっと言い返しの訓練をすることになりますよね。それで元も々ともと才能がどれくらいあったかっていう、この3要素で決まるわけですか。うんうん、はあやっぱりね、なんだかんだ言って大体のことはギリシャ人が考えてますよ、ね。 <laughs> 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 やだな。<laughs>